こんにちは、山川愛斗です。今日なんですけども、事前に伝えずに当日いきなり録音したいと言ったらやってくれるのかというのを検証したいと思います。実は今日大学の同じ歌科の友達と3人で会うんですね。で、そこでそのうちの1人のこの録音をするっていう予定があって、せっかくならその3人で録音したいなって思ってて、もう本当に事前に何も伝えてないんですけど、いきなりやってみようって言ったらやってくれるのかっていうのを検証してみたいと思います。普段はこの録音プロジェクト、だいたい1ヶ月くらい前に内容と曲と、譜面とかいろいろ決めて連絡するんですけど、当日っていうのはちょっとなかなかハードだと思うのですごくね、短い曲をやれたらなと思っています。まあやってみましょう。ではよろしくお願いします。これでいいんだ、ビーム行くまで待ちさせて、それでその手を離さないでるさ。ちなみにさ、これさ、1オクターブ歌うと余裕。1オクターブね。そう、できると思うよ。オクターブ上げたらできるよ。ほんと、なんでしょう。そう、今日さ、俺の方の YouTube の録音もちょっとできたらなと思って、これをさ、3人でさ、あの3オクターブやんの？そんなわけない、そんなわけない、遅れでやってんの。サクラ、サクラ、サクラってあの入って、その臨床？そう、臨床で、矢田さんにその最後にして化け物感で、その一番最後にバカじゃん。それやりたいんだよね。大馬鹿やろうじゃん。で、それやるのあり？あり、あり。あ、やった。ありだけど、多分頭おかしい。いや、オッケー。その了承が得られば OK だよ。やろう。じゃあ、それはまた、やず、あの、トモン来たら、うん、そうそう。頭おかしいよ。よし。そう、それで、うん、さっきさ、うん、岩田にも話したんだけど、うん、今日さ、その今日の方の録音が終わったらさ、何する？俺の YouTube の方の録音してしたくて、いいよ。この桜さ、うん、臨床しようっていう、あ、オッケーオッケー、岩田さんに1オクターブ入れてからさ、オッケーみたいな、バカだよ、これ楽しいよ。オッケーオッケー、楽しいよ。セリスセリスね。うん、あー、桜、桜、さよりの桜、桜、桜、やよいの空は見事な世界に。一回笑っていい？一回笑っていい？
マジ関係ない。オッケー、ワード高いきれい。